想像してください。今はこうやって組み立てているのかなって。よいしょ。え、こっちじゃないじゃん。あらあら、組み立てる方じゃない方を出しちゃったよ。これはただ出すだけですね。じゃあ、よいしょ。傷つけないように運ばないと。そう、だから今日はね、こういう配信です、うん、これあっちに置きたいんだよな。なんかみおちのことだからさ、あの、よいしょ、運ぼうとして壊しちゃいそうだな。床に傷とかつけそうな未来が見えるね、自分で。何を組み立てるの？棚？棚みたいなのが2つ届いて、1つはもうなんか完成してるわ、これ多分。だからこの状態で運べばいい？どうやったら傷つかずに。重すぎー、これ。待って、これも、あー、ダメだ。発泡スチロールを取りたいんだけど、発泡スチロールみおちが取ろうとしたらボロボロになっちゃう。ああ、やめて、ボロボロにならないでね。ああ、オッケーオッケー。待ってる、発泡スチロール待ってるよ、お部屋に。ああ、もうね、引っ越したびに思うんだけど、もう二度と引っ越したくないね。思わない？みんなも、はあはあ、おいしょ。猫の手も食べたいよ。麦手伝っておくれよ。どうやって持っていこうかな、あっちに。はあはあ、これ運べる？みおち一人で無理だよ絶対。せーの、あんび。どうしたらいいかな。せーの、お、いいよ。この状態になったでしょ。で、手をここまで近づけてよ。置きたいところに近づけまして、そしてこの段ボールのまま出す。これです、皆さん、引っ越し4回目にして得た知識は。さあ出なさい、さあ出なさい、棚よ。はい、ああ、大変。行くよ麦、せーの、うん、そう、みおち全然引っ越し好きじゃないの。物件があんまり良くなかったの。そう、手続きとかがね、はあ、はあ、引っ越しのサイクル早くない？でも言うてね、契約更新月とかだよ。最初が寮でちょっと早かったかな。配信してなくてもこれだったら面白すぎる。え、みおちの日常こんな感じなんやけど。あ、引っ越し、家具組み立て配信って書いとかんと。
出してみるのに。でもこれ出さないとさ、一生部屋散らかったままだもんね。今全然人が住める部屋じゃないからさ、ちょっとずつね、人が住める家にしていかないと。よいしょよいしょ、いて、お、いいんじゃないかい。そしてこの置きたかったところに置いて、どうよ。え、ここじゃ、ここダメなんじゃない。え、なんか思ったよりでかいんだけど、この棚なんか思ったよりでかい棚と思っちゃう。ここじゃなかったかも。測って買ったんだけどね、なんかここじゃないかな。うん、なんかレイアウト微妙かも。違う、ここにさ棚、誤算だな。いや、ギターをさここに置く予定がなかったからだなんだよね、多分ね。それで、こっちに持ってくる。いや、どう、ちょっと見栄え悪いかも。みおちが買おうと思ってる棚が何センチだったかな。測ろう測ろう。いや、あのね、ギターをここいいじゃんと思って置いてる場所のところに家具置こうとしたらちょっと合わないから、ギターをどかそうかな。いや、今回はね、もう引っ越し4回目だから真剣だから、縦幅が60センチです。測りますよ。これ寝室に置こう。適当。やめた、家具組み立て配信終わり。なんかね、収納家具が何もないからとりあえず買ってみたんよ。でも、このサイズで多分いいけど、なんかこれ置いたら部屋圧迫されるかな、どうかなみたいな場所で買うかちょっと迷ってて、いや迷うならキャンセルしようと思ってキャンセルの方に行ったら、もう1日目に発送しちゃっててキャンセルできなかったから、届いてもまあ何かしらには使えるかと思って買ったんですよね、キッチンとかにも。キッチン収納がめっちゃ狭くてさ、この家キッチン収納以外は別に広いんだけど、キッチン置くの邪魔だよな。いや、寝室に置きましょう。なんかゲームのさ、いやでも、どうなんだろう、迷うな。なんかさ、ゲームのゲームコーナー作ったんだけどね、そのゲームを収納する棚がないからと思って買ってみたのよ。
でもね、思ったより大きくはないか。別に、部屋が圧迫されるような気もするんだよね。別に寝室でもいいんだけど、ゲーム置くなら寝室じゃない方がいいんだよな。やっぱ当初の予定の場所に置いてみるか。よいしょ。これぐらいのやつだから、ここです。ここら辺ね。おいしょ、よいしょ、みおちが傷つけたのかな。あやだやだあーでも意外といいかもしれないね、ここ。うん、ここにします。よし。あのね、間取りとか部屋映したりしたらお家バレちゃうかもしれないから言わない。こう見えて気使ってんだからね。配信の時も壁しか映さないようにしてる。よいしょ。とりあえず出してみる。これさ、出さない限り一生さ、これ届いてたからずっと玄関にあって、すごい邪魔だったんだよね。今日ようやく組み立てられそうだから。よいしょ。ああ、早く人の住む部屋にしたい。これ組み立てるのダメだな。よし、今日はやった。明日の自分に期待してみることにします。今日はね、家具組み立てようと思って配信始めたから、それだ。そしたらみおちゃんもう寝ようと思います。ははじゃみんなまた明日ね。あ、そうだ、告知だけしよう。最近あの TikTok を始めたんですよ。あ、また再開したので、だから TikTok もしよかったらみんなアカウントフォローしてください。そしてなんだっけ、セーブとコメントといいねとリンクをコピーっていうの、リンクコピーって何回もできるんだけど、それをねやってくれるとおすすめに流れやすくなるんだって。だからよかったら皆さん、その4点セットぜひよろしくお願いします。あとなんかあるかな。あ、そうそう、あのなんか今さ、ツイッターがさあんまり見れないみたいだから、 TikTok とかインスタの方も頑張って動かしていこうと思うので、よかったらそっちのインスタのフォローもねぜひよろしくお願いします。あ、ショールーム見てくれて気になってくれた方はツイッターもやってるのでぜひよろしくお願いします。ふう、最近はね、あの新曲、そうだ、7月9日さえの生誕で新曲をお披露目するんですけど、
最近は新曲披露のために、ね、みんなでいっぱいレッスンして頑張ってるので、よかったら会いに来てくれたら嬉しいです。夏の新曲みんなで一緒に盛り上がれたら嬉しいなと思います。組み立てはね、明日の自分に期待して頑張ってみようと思います。今日は朝から仕事してたから明日にします。ということで、ありがとうございました。またね。あ、麦ダメだよ、発泡スチロール噛んじゃ。ありがとうみんな。あ、ランキング読まなきゃ、ラジオだと忘れそうになっちゃう。ランキング読むよ。壇上読みます。13位ゆりよ、12位ひいらぎ、11位りょうま、10位たけ、9位そうちゃん、8位きょうたん、7位ほりちゃん、6位たろん、5位てっしん、4位じーたん、そして3位はどこ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 、あらきー、ありがとう。そして第2位はどこ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 どん、いけー、ありがとう。そして第1位はどこ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 、ゆっきー、どん。なんか間違えた。どん、ゆっきー、ありがとう。じゃあね、またね、みんな。お家が落ち着いたらまたゆっくり配信するね。ありがとう、見てくれて。またすぐ会えるのを楽しみにしているよ。ありがとう。バイバイ。またね、おやすみー。